はい、こんにちは。ではね、近世4の江戸の産業についてやっていきたいと思います。はい、まずこの、四木、僕は五木というんですけど、この写すところからやりましょうか。ちょっとぼやけてる。写す、ね、五木だけ5つ。これ、はい、中世で触れましたけど覚えてる？ちょっと大きく書くよ。木偏に物書いて、ね、点ですね。何ですかこれ、ね、こうぞ、ね、一回やってるよ。いいですか？点忘れずに。このパターン何？物に点打つパターン。たと、ね、耕作耕す人、ね、で本領安堵、ね、領地のこのね、支配を認める、支配権を認める、ね、同じパターン。いい。茶はいいですね。お茶、これね、これあ、かっこか。木偏に、ね、いいね。こう書いて、7書いて、ね、虎じゃなくて、次、田んぼの田、さら、こう書く。読みは、ハゼ。ハゼの木という、ハゼの木。まあ、ハゼ、魚でおるけどね、よく釣りますけども。これ、木のハゼ。これ、ね、触ったらね、ブツブツできるんですよ。あ、なんか、できた記憶がある。昔、山で遊んで。うん、幼い頃やけどね。いい。ろうそくの原料、ろうそくです。はい、クワはいいね、クワ。で、これが、漆ですよ、ね。はい、五木、まあ、受験的に言うとね、この覚え方いいですか。これね、僕のオリジナル、こう覚える。こう茶は苦しい。紅茶飲んだらこう苦しくなった。苦しいみたいな感じ。あ、OK。 いい。紅茶のこうはこうぞ、茶はまんま、こう和を入れるね。これがハゼですよ、ハゼ。で、クワウルシで、クウルシ、クワウルシ、ク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 ワウルシ。完璧、こう完璧ですよ。よかったら使ってください。五木はね、紅茶は苦しいと覚える。いいですか？ということで、ちょっと見ていきましょうか。出してなかった。ポチポチと。ね、教科書はね、四木なんですよ。うん、でも僕はもうやけ、ハゼ入れて五木と欲張りなんでね、もう五木でいきますよ。いいですか？まずハゼからいこう。はい、これ見せたでしょ。このね、木の実がなるんですよ。これ食べれます、食べれます。で、木の実じゃなくてこの枝を使う、コウゾの枝を使ってこうグツグツ煮まして、ね、でこう外側の皮を剥ぎまして、この繊維を使うんですよ。僕もね、生で見たことはないんですけども、ね、でこれで最終的にこうすくんですね。あ、こうチャプチャプつって、ね、チャプチャプチャプして、どうなるかというと、これで紙が出来上がる。紙が出来上がる。ちゅうことなんですね。和紙ですよ、和紙。いいですか？我々使っとんのは、これとか、ね、もう西洋紙ですから、西洋紙。あ、もう大量生産、木のチップとか使ってね、化学、薬品使って。これ大量生産できるけど安い。コピー用紙とか、これ安い人は何百枚とかで、何ね、ね、1000枚で例えば、ね、200円とかでそんなもんでしょ、ね、これに対して和紙は高い、ね、そういうことです。で、これちなみにね、先にこちらとこうか。あ、ここ、これ写して、ここ、ね、鳥の子神、宝書神、これが水原と言うんですよ。杉原じゃなくて水原神と、ね、この、ね、伝統的日本の作り方で作られた和紙、いい、この3つ目、ね、でさっき見せたのがこっちがね、厚い和紙なんですよ。厚い和紙、これ鳥の子紙、いい、これがね、ほら、卒業式の掃除とか当時ね、これでほら代表戦とか読むじゃないですか。胸元から取り出して、あ、これがね、宝書紙です。宝書紙、ね、高級和紙、高級和紙。水原紙っていうのは薄いやつ。ということで、OK、これ書いておいてください。あ、ちなみに、宝生紙で作られたやつが何ですか？これ出てくるよね。これが、宝生船。貿易の、ね、宝生ですよ、宝生。ね、どこが出す？老中ですよ、老中が OK 出したこの教科書、ね、許可をこの宝生紙に書いたんですよ。ということ。いいですか？ちなみに間違えやすいのが、ね、俸禄制度はこっちだったね。
銀目がつく俸禄制度、覚えてる？どっちだった？土地だったっけ、ね、米だったっけ、家臣にやるのは、ね、そう、地方地業は土地を与えよったんですね。でこれじゃあまたね、戦国時代軍有割拠してしまうということで米を与える俸禄制に変わった。 OK、 そこ注意ね。ちょっともう紙つながりでここやっちゃいました。いいですか？さあ次行こう。紅茶苦しいの茶、まあ、茶はいいですね。紅茶、お茶ですから日本のトラディショナルドリンクですよ。ポチッと茶摘み、ね、だから、駿河、静岡のお茶ね、宇治茶ですよ、お茶覚えてる？じゃあ栄西が実朝にお茶ええよって言ったやつ何ですか？書物は出てくる？分からない人は調べてください。いいですか？次、紅茶苦しの葉、葉ぜ、これね、赤く紅葉染まるんですよ、うん、ね、非常にね、鮮やか、紅葉がね。でこの何を使うか、ちょっと実を使うんですね。実をこっからこのね、実を使って、ね、最終的にろうそくを作ると。今ね、売られてるのはほぼもう西洋ろうそくですから、日本のこの構図で作ったやつはやっぱ高いですよ。高いけどやっぱ味があるらしいね。やっぱ匂いとかね、炎が違うって言いますよ。まあ僕は何でもいいんですけど、昔はそういうことよね。まあエゴマ使ってましたけど、エゴマはやっぱゴマの匂いがするでしょ、うん、ね、ろうそくは匂いませんからね、うん、高級、照明ですよ。高級な照明、ね、ちゅうこと。紅茶苦しの葉やろ、で紅茶苦しクワ、クワの実もこれ木の実がなるみたいですね。食ったことないけど、木いちごみたいな感じ。でこれ何が大事かというと、葉っぱですよ。もう実とか枝とかどうでもいい、葉っぱ。これを餌にするのがこれですよ。あと閲覧注意ですけどね、これが蚕ですよ。もうむしゃ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 食うんですよ、ね、でこれがこのね、さなぎになるときに糸をピャーッと吐き出すんですね。この板を紡い、ね、糸を紡いで、このね、繭のね、この糸から高級繊維が生まれるんですよ。これが生糸。見てこの光沢。ああね、そういうこと。クワから、クワが結局最終的にこのね、キートになるという、そういうことですよ。いいですか？で最後クウルシやけ、ウルシ、ウルシとはこれを、ウルシの木ですよ、うん、ああね、ハゼの木もね、ウルシの木もね、親戚なんですよ、この2つ、うん、やけ、ウルシからね、ろうそく作ることもできるんですよ。実がなりますからね、うん、らしいよ。でこのここはこの汁ビャッと傷つけて汁が垂れるね、これね、黒いやつ。これが最終的にこの漆器になるんですよ。見てこれまた光沢が、漆器です ね、 ね、あ、見てこれ、あ、すごいね、これね、葵の御紋が入ってますよ。なんかひょうたんね、まあ、酒入れるやつやけど、器やけど、これわかる、何ですかこれ。飛鳥文化、玉伏の厨子ですよ、仏壇の元祖、ね、この絵があるでしょ。絵が拡大しようか、ポチッと、これ、ね、これ漆塗っとんですよ。漆塗っとる、あ、これね、世界最古の漆器は日本なんですよ。この漆で塗、ね、このコーティングした、あ、コーティングだやつ、漆っていうのは塗料ですから ね、 ね、漆でを塗ったこの櫛が3日とんですよ、日本で。世界最古の漆器やけ、もうね、漆器っていうのは日本の代名詞です。あ、やけさ、知ってます、ね、ジャパンと大文字で書いたら、ね、日本ですけども、これ小文字だったら何と、何指すと思う？これ漆器指すんですよ。漆器、あ、ちなみにチャイナを小文字で書いたら何と思う？これ陶磁器、陶磁器っていうこと。まあ、ついでに英語の単語覚えようや、ね、日本の代名詞ですよ、漆器は。ちゅうことで、まず、五木ですね。紅茶は苦し、紅土茶、ハゼ、クワ、ウルシということで OK ですか？はい。さあ次は三層というんですけどね、僕はプラス、ね、2をしてね、五層でいきます。五層、5つの草、まあ、木と草の違い、うん、はい、まずこれもね、中世でありましたよ、愛、ね、でこれ泡、これね、江戸時代はね、この産地とセットで覚えなくちゃいけない、
はい、朝、紅花、ね、だけ朝は繊維ね、さっきは、この五木でね、この桑やりました。桑は生糸でしょ。こっちは朝です。これも日本のね伝統的繊維ですよ。で染料ね、色だけ藍は、青、紅花は読んで字のごとく赤です。いいですか。で河内の木綿、これも繊維やね、ね、菜種、油ですよ、サラダ油5つ。これはね、まあ、気合ですね、覚え方しな。まあ、愛と朝は似とるね、あーでね。で、あと、まあ、紅花は千両やけ、愛とまたセットになるわね。木綿と菜種は、もう気合と根性。じゃあ、行きましょうか。愛から。日本の伝統的、こうジャパンブルーと言われますからね、ジャパンブルー。これが、愛の。ね、元ですよ、この、ね、植物が。これ葉っぱを使うんですね。葉っぱを煮て、ね、したらこうなるんですよ。すごいですね。あ、なんか黒っぽいけどね、これがこうなるんですよ。ジャパンブルーですからね。覚えてる？このジャパンブルー、このほら東京五輪のこのロゴね。ああ、これ市松文様ですけども、この色は青でしょ。これ紺なんですよ、ね、正確に言うとこれ藍なんですよ。藍、ジャパンブルー、日本の代名詞。もう、ね、日本にやってきた外国人すっごい、ね、驚いた。日本はもうね、青だと、ね、ジャパンブルーと、ブラボーと、ワンダホーと、ね、アンビリーバボーって感じで知らんけどね、ということ。愛で、愛は、ね、特産阿波です。何県？阿波踊り、徳島、徳島ですよ。これセット、場所聞かれる、場所聞かれる、オッケー。中国とで、まあ、これまた先のことになるけども、ね、この藍で染めた着物、これがね、まあ、地元なんですよ、福岡なんですよ。これも書いておいてくれる？はい、ちょっとここ綿織物で、はい、小倉織と久留米がすり、もう書いておいてください。小倉織、これ小倉ですよ。で久留米でしょ、ね、久留米、豚骨ラーメンの久留米よ。これ久留米がすりという、がすり、ね、このクルメガスリのポイントはね、愛なんですよ、愛。これクルメガスリ、ね、そうクルメの、ね、特産の綿織物ですよ。これね、ほら聞いたことない、ビームス、ね、あ、ね、なんていうの、洋服屋さんですよ、ビームス。これがね、クルメガスリとコラボしましてね、カスリっていうブランドを作ってね、こうシャルトーストのワンピースかなんか知らんけど、これクルメガスリよ。かっこいいね、なんかね、かっこいいんですよ。ね、こう、伝統と革新がミックスした感じやね。高いですよ、これ、3万ぐらいする。ワンピとか。ああ、値段さっき見たけども。ね、ああ、でもこうね、日本の文化伝統を見直す、ね、大事なことね、いいことですよ、ほんと。いいですか。ちゅうことで、これが愛です。ね、今ほら、言ったでしょ。インディゴ、インディゴ。でも今は本当ね、もうあの合成のインディゴ、化学染料で作ってますからね。これは天然のインディゴしたらやっぱ高いですよ、ね。でも天然のインディゴはね、やっぱすごい色もね、もう使えば使うほどね、なんちゅうか ね、味が出てくるんですね、やっぱね。でね、実際あの天然物はね、あの防虫効果もある、防虫効果。虫を寄せ付けないっつって。やっぱそれはね、合成より天然をね、まあ、高いけどね、高いけど。ちょうどです。さあ次が朝ですね。朝。これがね、ほら。これも以前紹介したと思うけど、すごいすぐ伸びるんですよ、朝、ね、ね、あのサトウキみたいな感じ、これも後でやりますけども、ね、この繊維を使うんですね、で、まあ、これがね、やけこの繊維以外を使うと葉、若い葉っぱとかね、この花の、なんちゅうの、花の、ところ、ね、使ったらこれが大麻になるんですよ。これ許可制なんですね、許可制。ね、でもなんか朝っていうと大麻のなんかマイナスのイメージがある。これ違いますよ。我々この朝をこうやって繊維にして、朝はね、ほら、すごい通気性がいいんですよ。ね、リネンという理念。だからこう夏とか朝すごい涼しいですよ。ね、涼しい。ちゅうこと、朝布。朝で作った布。ロープですよ。これ植木のね、この、根っこのとこに巻いてるの、これも朝なんですね。大体。中古と、五層の二つ目、朝ですね。いい、はい、次、また染料。やっけ青が、ね、藍ならば、ね、
赤が紅花で、紅花はね東北なんですよ。では村山と、では村山、ちなみに花はこんな感じ。この花使うんです。これはこれが赤になるんですね。天然の染料ですよ、ね、こんな感じになるらしい。すごいね、鮮やかな赤や。これね、僕一回ね、あの山形インターハイの時こう通ったんですよ。では村山、ね、山形県です。山形県、おーっつって電車から写真撮った。僕撮ったやつ、うんね、まあ東北でいいけどね。では村山まで覚えた完璧やけど、阿波が阿波やけ愛、阿波と愛似てるよね。で紅花は東北、ね、ちゅうこといいですか。じゃあ、次こう木綿ね、コットンですよ。覚えてる？どっから入ってくる？ね、朝鮮からでしょ。日民貿易、日朝貿易で中世朝鮮から入ってきて、ね、三河とかでこう国産化始まって、江戸時代はね、もう木綿といえばこれ河内と覚えてください。河内、大阪の内陸、内陸ちゅうこと。河内の木綿、ね、でラストが菜種。油変わるね。今までは英語もやった ね、 ね、ごま油やったけど油なよ、菜の花、菜種に変わる、うん、透明、こっち黒っぽいね、ごま油ね。サラダ油透明でしょ。つうことでこっちが主流になっていく、主流になっていく、ね、ちゅうことで三層、愛、朝、紅花で、あと木綿と菜種を加えましょう。いいですか。はい、ちゅうことで、さあ、じゃあ次行きましょう。特産品ですね。はい、これまで写しましょうね。伊丹、灘、いいね、野田、醤油、まあ、漢字書いたらこうなります。いい、ここね、こう草冠で門でしょ。ここはこう、これ何かわかる？畳の原料、畳の、畳とかないか、まあ、うちもフローリングですからね。うちの実家はもうバリバリ畳なんですけどね。これがイグサという、イグサ、イグサ、畳を作るんですよ。でこれだと、あ、これヒノキね、これヒノキですよ。よく見てヒノキ、これ火ですからね、火、あの目じゃないよ。拡大しようか、木書いて真ん中してちょんちょんちょん、ね、でこう火、ヒノキ、杉はいいね、はい、でさっき紙やりました。で、はい、織物、絹織物ですよ。高級絹織物、西陣。さっき久留米がすりはちょっと紹介した、ね、小倉織、 OK、 まず写そう。いいですか。で説明していきましょうか。まず酒ですよ、酒、お酒、ね、あ、ね、お酒を楽しめるってことは平和なことじゃないですか、はっきり言って、ね、あ、これ、ね、髪型なんですよ、髪型。あのね、それまではね、お酒ありましたよ、あったけどね、簡単に言うと濁り酒ですよ、まあ、ドブロックっていうんですか、ドブロック知らんけどね、あ、濁り酒、よくあの大河ドラマとかね、戦国大名がね、武将がよく酒飲んでますけど、あれ濁っとんですよ。ところが今の日本酒濁ってます、ね、今これなんていう、清酒って言うでしょ、清酒、まあ、濁り酒もあるけどもね、お酒透明でしょ、無色、ね、清酒が生まれるんですよ。伊丹灘、ね、どこですか伊丹灘、ね、これ関西、大阪ですね、大阪。ほら、これが大阪城へ。で我々泊まったんが多分この辺ですよ、リーガー、リーガーこの辺やない、多分。こっちがですよ、伊丹なら探そう、伊丹を探そう、伊丹を。伊丹、ここね、空港ありますよ、伊丹空港がある。で、これ宝塚なの、宝塚歌劇団ここですからね。灘はね、こっち側なんですよ。我々泊まったんが、幹あるか、あったっけ。あ、幹ギリギリあるわ。ここよ、ネスタ、ネスタ、ここ。で姫路はもっとこっちですから、もうちょっと姫路はない。ね、で、このね、この辺なんですよ。西の宮のこっちの方。なんだ、この辺。ああ。ね。まあ、でも、伊丹なんですね、伊丹。ここで、清酒が生まれる。清酒が。少し解説するとね、ここでね、河野池が出てくるんですよ。河野池。聞いたことない。河野池。江戸の豪商ですよ。今もありますよ、河野池グループは。まあ、三井、三菱に比べたらちょっとね、そこまでメジャーじゃないですけどね、うん、酒を発明したんですね。もともとね、やけほら、濁り酒ですよ。あれ、見たことないですか、あの、君の名は。どうやって作ってた、口上酒を、昔はね、お米を噛んで、その唾液と、こうね、化学反応させて、
作っとったんですね。うん、どんなんやか。多分しょっぱいと思うけどね、分からんけど。ね、で濁っとんですよ、濁っと。甘酒みたいな感じ、甘酒みたいな。ね、それが、ね、江戸時代になって、まあ、これ偶然の産物なんですけどね、もともとね、この池はね、僕、戦国好きいます、ね、山中鹿之助町おったんですよ、これね、あの山陰の、山陰のね、島根鳥取の大名、もともとすごかったんですけどね、その家来で有能な武将でね、山中鹿之助町におったんですよ。山陰の麒麟寺と言われますけどね。ところが尼子がダメだと、全然主君に恵まれんかったね。毛利にやられるんですよ、全然勝てへんと、うん、で最終的に尼子は滅亡、ね、山中鹿之助はね、もうお家最高ですよ、はっきり言って、ね、主家のこの最高に命を、ね、尽くします、かけるんですよ。ところがやっぱ最終的にやっぱ毛利には勝てない。毛利にね、やられてね、敗れて最後はあのね、まあね、なんていうかね、斬首されてしまうんですよ。無念、無念。この悲劇がやっぱ好きなんですね、悲劇性が。あの忠臣蔵と一緒ですよ、ほんと。その子孫がね、鴻池なんですよ。鴻池と言われている。でね、まあお酒を作ったみたいですね、やけ濁り酒を。ところがね、鴻池のね、バイトがね、つまらなくて首にしたらしいですね。首に。お前首っつって。ダメだお前っつって。バイトがブチ切れて、腹いせにこの酒壺にね、酒壺にその灰をばらまいて、ざまみろって書いて出ていったらしいですよ。ね、売り物になりませんよ、そんなね、灰入れられたら。ところがね、ひょうたんから困っちゅうかね、よくその酒壺を見てみたらね、灰がね、なんちゅうかね、酒の濁り成分を一緒に巻き込んで沈んでいったらしいですよ。ですごい透き通った酒生まれた。灰っちゅうのはね、ほら、覚えてる？草木灰とかあったでしょ？あれ、アルカリ性なんですよ、アルカリ性。中和するのにすごくいいんだけど、その、アルカリ成分によってね、なんか味もまろやかになってみたと、なっとったと。ええー、やんちなったんですよ、こう清酒が生まれた。そんなね、まさにひょうたんから困っちゃうか、災いって福となすかね、ね、いうかね。でそれで、その後、この鴻池は大量生産に成功した。あ、したら当然、上方で売れる江戸でもこのね、大反響ですよ、ほんと。もうどんどん売れたんですね。あ、この酒造で財を成した、財を成した。そこから金融に、ね、この進出してね、お金、あの両替商にね、で最終的に明治になって、まあ、財閥になっていくんですけどね、うん、ちゅうことですよ。だけどもともと上方のお酒、ね、これが生まれた、生まれたちゅうことですね。ほら、だけどほら、上方でしょ、上方、上方、江戸でしょ、ね、だけどこっちが一応都やから江戸、こっちが、ね、今でもそうでしょ、この、まあ、東京中心やから今ね、天皇がもうね、東京に移られましたからね、天皇陛下はね、その東京に行くことを上り列車でしょ、東京から離れるのを下りでしょ、当時はまだね、この京都に天皇がおられますからね、江戸、こっちが、まあ、中心や、だけこれがね、上り、でこれが下り、ね。で、下り物の方がね、優秀。そうでしょ？下り物。だから酒は、上方の酒が一番上等ですから。うん。ね、これは下り。江戸もその後ね、まあお酒作り始めるんですけど、まあやっぱ上方のね、痛みなどには勝てへんと。ね、クオリティ的に。ね、だから、上りでしょ？つまり下りじゃない。下りじゃない。下りじゃないと。下りじゃないものは、下らないんですよ。下らないと。下らないの語源と言われてますからね。ね、酒から生まれた。ね、酒から。上方の酒は一番上等。ということです。ね、本当に、まあ、偶然をね、チャンスに変えたんですね。いいですか？こんな感じでね、大きな樽作ってね、お酒を作っていくんですよ。日本酒をね、うまいことこうね、発酵させていって。うんね、熟成させていってね。でこれがね、まあ、ちなみにこの灘でしょ、聞いたことない灘高校って言って、もともとこの灘の、ね、このね、その酒造業者の人たちが自分たちの指定をね、この、まあ、教育するために作った学校ですよ。出資し合ったお金をね、それがね、今やね、東の海星、西の灘ですから、はっきり言って、東大離散に2桁受かるんですよ、灘は。やべえ、日本屈指のこの進学校になったんですね。灘高校ですよ。いいですか？次、
はい、醤油、野田、どこか分かります？野田、醤油、醤油といえばこの器なかった？家のこのテーブルに。うちありましたよこれ、卓上にあったよこれ。ほら、マンチ書いてます。これなんていうメーカーか知ってます？今醤油シェアナンバーワンですよ、国内。ポチッとな、これはキッコーマンですよ、キッコーマン。もう醤油といえばキッコーマンね。ああ、キッコーマン、これ関東、醤油は関東なんですね。日本食のね、もうね、なくてはならない調味料ですよ、醤油はね。ああ、これ野田どこかと。野田、千葉県。見つかります？野田。ねえ、ああ、この利根川地、でかい川ありますよ、でかい川。これ川沿い。ててててててと。ててて。ここ。野田。野田。もう埼玉と隣ぐらいの感じだね。うん、ね、ポチッと。ここを本社としとんのがキッコーマンですよ、キッコーマン。あと山里とかね、東丸とか聞いたことないですか？これ九州はね、九州はこれ煮菱なんですよ、九州は。全国シェアから言ったらそんなにないけどね、うち煮菱かもしれんね。ということで、ね、キッコーマンと。うん、これなんでキッコーマンって言うかと、うん、まあ、やけ野田はね、アコはね、やけまず醤油作るのに何が必要か知ってます？醤油作るのにまず大豆がいりますよ。味噌と一緒ですから、ね、大豆の発酵食品ですからね。で、小麦がいるんですよ、小麦で、あとしょっぱいでしょ、塩がいる、この3つがいる。で、野田、あの千葉のところはね、この大豆とまず小麦の、ね、生産地だった、うん、でしかも川沿いやけ、で海も近いやん、塩も入ってくる。でしかもほら、江戸にこのね、この川使ったらすぐ行けますから、うん、この大量消費地じゃないですか、江戸は。すごい条件整ったんですよ、整った、ね、その野田で醤油作り始めて、ね、醤油業者がこう、ね、会社作ろうって話になって、対象になってね、野田醤油会社かな、作られるんですよ、うん、ね、でそれでね、まあ、野田醤油会社っていうのもなんかダサいと、うん、いうことでね、そのね、その醤油連盟のまあ、中心が茂木家って言ったらしいね、茂木家、茂木一族。で茂木一族のね、家紋がね、亀甲やったらしいですよ、亀甲、この六角形の、ね、亀甲、これ、亀の甲羅みたいな、亀甲なんですよ。あ、で、ほら、ね、やっぱ会社だけ長く続きますように、思い大事じゃないですか、鶴は千年、うん、亀は万年、で、ここに万の字、万、亀甲の中に万の字があって、亀甲万。なんかすごいですよね。なんかすごいと思う、本当。ね、ということで野田の醤油、野田の醤油、いいですか？はい、行きましょう。イグサビンゴ、ビンゴ。だからこれ、ね、広島ですよ、広島。まあ、広島岡山ビンゴ。ね、イグサ。今ね、最近畳とか本当ないですからね。もう畳はね、やっぱ匂いがいいですよ。もう最初の畳とかさ、すごい匂いがいい。ね。ジャパニーズトラディショナルカーペットですよ、カーペット、ね、畳、これがイグサですね、原料が。で次、薩摩の黒砂糖。やっぱ甘いものみんな好きなんですよ。薩摩はね、この琉球を支配しましてね、奄美大島とかぶんどりますからね。これがサトウキビ、すごいね、大きくなる、すごい。あ、ね、こう噛んだことないですか皆さん。僕小学校の時噛んだ記憶があるんですよ。先生が買ってきてくれた、ね、竹みたいでしょ、竹。これ噛んだすげえ甘いんですよ、ね、それはもう、ね、贅沢品よ、砂糖とかめっちゃ儲かる。薩摩はこれで大儲けしますから ね、中国です。はい、次行きましょう。木曽ヒノキ、ね、日本の建築はね、もう木ですから、ね、で秋田杉、ね、ヒノキ、これすっごい強いんですよ。法隆寺の五重塔ヒノキですから。大体あのね、そういう有名な建築はヒノキ使われている。ヒノキ強いんですよ。強い。でもこう、ね、デメリットもある。強いヒノキ。なぜ強いかというと、じっくりじっくりこの大きくなるからですよ。つまり時間かかるんですよ、ヒノキは。に比べて杉はそこまで強さはないけども、成長が早い。うん、杉はしかも軽いから、ね、箸使われる。僕ね、縄文杉のね、箸があります。家に1膳ある。すっごい軽いですよ。縄文杉、これ、6000、5000以上したもんね。うん、あの鹿児島で買ったんですけどね。あ、そういうことよ。いいですか。
あと硬いやつはね、この樫がいいですね。樫、まさに木の硬い木と書いて樫ですよ。これ大体あのビッチューグアとかのこの絵に使いますね。樫、ね、まあそんな感じかな。いい、ヒノキ、まず字気をつけてね。ヒノキね、秋田杉、いいですか、木材です、木材。さあ紙はやったけん、あと織物、高級絹織物、やっぱ西陣織ですよ。あ、ね、西陣応仁の乱で、ね、西軍、あ、西山ですから山名の本陣が置かれた西陣、ね、この高級絹織物の、ねね、産地になったんですね、西陣。振り袖、振り袖かじゃないけど、ほら舞妓はん来てますね。舞妓はんが、いや、あでやかですね、ほんとね、いや、あでやかですね、ほんと。芸妓遊びとか一回してみたいですけど、ほんと。あ、15丁西陣めっちゃ高いですよ、こんな振り袖とか。あ、軽く3桁、軽く3桁ね。あ、中央とで、で、これが絹織物ですよ、絹織物、ね、さっきの桑からね、生糸作って絹織物を作って、そこから絹、ね、着物を作るんですね、西陣織。で、綿織物、さっき久留米がすりはやった、ね、愛、愛がポイント。で、我がほらは地元、まさにお膝元、小倉織、小倉織、ね、小倉織のポイントはね、これなんですよ、これね、しましま、もうこれしましまポイント、しましまと、しま模様ね、しま模様です、小倉織は。これね、最近この伊豆茶にもありますよ、このお店が。しましまっちゅうんですよ、確かお店の名前。ああ、かっこいいっすね、かっこいい。で、こっからね、伊豆茶屋がね、袋変えたんですよ、これをモチーフにして。これ伊豆茶の紙袋、見たことないですか、これね、小倉織をモチーフにするんですよ、小倉織。うん、僕ね、思うんですよね、小倉織するならね、もっと赤よりもね、青っぽい方がいいんですよ、青っぽい方が。まあ、伊豆茶屋のカラーはね、この赤ですから、まあ、赤にしたんかもしれんけど、個人的にはもっと青っぽくしてほしかったけどね。この伊豆茶屋の袋はこの小倉織をモチーフにしている、ね、そういうことですよ、いいですか。はい、ということで、特産ですか、江戸の特産、一応こんな感じで、ね、一つ一つ見ていったらね、すごい面白いんですよ、すごい面白い、ね、ざーっと流すにはちょっともったいないんでね、結構説明しました、いいですか。はい、とりあえずここで一回切りましょう。はい、では農業所、農所行きましょう。まずは、はい、うつうつ正確に清涼期という清涼期、宮崎安定の農業全書で、19世紀になったら大倉長常の農具便利論と交易国産工ですね。こうやってね、まあ、宮崎安定は正確に言うと1700年なんですけども、もう17、18、19でいきましょう。やっぱ3段階ですね。 OK、じゃあ簡単に説明していきます。まず最初、日本最古の農書と言われる清涼期、うん、これね、実はよく分かってないんだけど、伊予松山ね、愛媛県の、ね、こう武将、土井清義かな、清涼、という人が領内 の, この達人名人呼んで話聞いた、それを誰かがまとめたと言われていますね、清涼期、うん、ね、最初はこんな感じ。本格的農書と言われるのがこの宮崎安定の農業全書ですよ。彼は広島生まれないけどね、あの我が福岡ですよ、福岡の黒田藩からヘッドハントされてね、福岡藩士になります、うん、で、もともと研究熱心でね、しかもこのなんていうかね、世のため人のために尽くしたいという思いが強かった、うん、ね、で、この中国書とかを読んだりして、ね、あるいは自らね、このフィールドワークでこんなことやってる人がおるとか、あんなことやってる人がおるとかって、そう言ってね、実際自分がね、試すわけですよ、そのね、ね、現場に入って、いや、すごいことですよね。そういう経験とか知識ノウハウをまとめたのが農業全書。他にもいっぱい書いてるんですけど、これだけ押さえておきましょう、受験的にはね。農業全書、いや、福岡のね、偉人ですよ、うん、で、これがね、分かりやすくね、つまり多くの人に見てもらいたいということで、いろんな工夫がある。一つはやっぱり金文字ですよ、金文字、ね、あの文国公とかもね、今川金目録とかやっぱ金文字ですよ、広く読んでもらおうと思ったらね。しかもね、うまいこと絵を入れとんですよ、絵を。これまた分かりやすい。これがね、この徳川光圀氏、黄門様ね、水戸黄門とかね、徳川吉宗ですよ、もう米久保とかもね、大絶賛ですよ、素晴らしいっつって。そういうこと。だから今まで農業は何ていうかね、感覚でやるよってなんですね。よくあるじゃないですか、あのスポーツとかでも感覚でやる、ね、感覚でもそこそこできるけど、やっぱね、長期的にこう成功を続けようと、長期的な成功を望むなら、やっぱりね、
理屈がいりますよ。理論的にやらないとダメだね。農業も感覚じゃなくて、やっぱ最終的に理論なんですよ。やっぱり理論書ですよ。そういうこと、はい、が19世紀になりまして、大蔵長常、これね、大分の日田の人、大分、うん、農具便理論公益国産庫、ああ農具のね、例えば備中具合とか遠見とかある ね、踏み車とかありましたよ。あれの例えば使用法、うん、あるいはこう故障した時のメンテナンスの方法とか、こと細かくまとめている。うん、公益国産庫はもうね、とにかく米ダメと、ガンガン商品作物を作りなさいと、ね、これを進めてます ね。例えばハゼね、ろうそくの原料ハゼ、こうやって作るとこういうところ注意せとか、ね、菜種とかもそうですよ、ね、あのね、米作った後菜種つあったらええと、ね、まさに二毛作よ、これが。これ商品作物を進めたんですね。はい、ちゅうことで農書、そういうことです。 OK ですか。さあ次行きましょう。産業でしたね。漁業も産業ですからね。漁業も日本はね、周り島国ですから、周り海ですよ。漁業も非常に盛ん、世界有数のね、この漁業国ですよ本当。行きましょう。まず九十九里浜の地引き山で、これ何て読む、魚辺に弱いと書いて、あ、そう、まず移しましょう。はい、魚辺に弱いと書いてイワシですよ、イワシ。これ東じゃないですよ、これニシン、ニシン、ニシン。魚辺に硬いと書いて、ね、硬くなるでしょ、ね、このいぶして最終的にね、出し取ろうとしたら、そう、かつお節ですよ、かつお、ね、はい、これ干したイワシと書いて、読み方干しか、こっちはしめかす、干しかしめかす、めちゃ出ますよ、うん、油かす、これ金ぴと読む、金ぴ、俵物、OK、いい。で説明していきましょうか。漁業ですね、まずこの九十九里浜とはどこか、九十九里ずーっと、ね、1里がだいたい4キロですからね、4キロだけ100キロと100里としたら400キロ続くということよね。ね、ああ、これね、さっきの地図で、野田みたいでしょ、野田の醤油。九十九里浜、これ千葉県なんですよ。ああ、九十九里浜って言って歌があります。九十九里浜、ずっと九十九里浜ですよ。この外房と言います、外房。房総半島の外側。ああ、ね、九十九里浜。はい。ここで地引き網でイワシを取るんですね。もう、海から湧くように取れたらしいですよ、イワシが。今ね、どんどんこうね、その漁獲量が減って、ね、なかなか問題になってますけども、本当。ね。はい。松前、これだけ、北海道ですよ。あの津軽海峡から北海道で、あるいは東北、あの辺り。ニシンはね、こう冷たいところが好きなんですよ。寒いところ。うん、カツオはあったかいところでしょ。土佐、ね、高知県。一本釣りとか有名やね。一本釣りとか。うん、これ何にするのか、何に使うのか、この魚を。今やったら間違いなく食用ですよ。イワシにしろね、ニシンにしろ、カツオにしろ。ね、当時は違うんですね。まあ、食べもしたけども、メインはこれ、干しかしめかす。ね、ああで油かす。で、これ、わかる？肥料なんですよ。メインは肥料と。ここが今と違う。今はね、この魚を肥料にするとか、ね、ほぼないですけども、江戸時代はね、メインが肥料です。肥料。ね、そういうこと。あ、イワシとか知ってます？イワシとかね。これイワシ安いですよ、ほんと一皿300円とかね、この一パック、ね、まあ青身魚ですからね、非常にあの健康にはいいですよ。でこれがニシン、似たような感じやね、青魚です、ともに、うん、これニシン点々がないもんね、イワシは点々がある。まあ、ニシンもイワシもまだ釣ったことはないですけどね。ニシンは有名よ、お正月のおせち料理出てくるこの卵黄色いやつ食べたことない？コリコリしてポチッとな、カズノコですよ、これ。ニシンの卵、カズノコ。ね、これ全部卵ですよ、これ、卵。これ、卵やけん、これ食ったら、どんないいことがあるかと。ね、小宝に恵まれるということですよ、ほんと。いや、僕ね、これ食べさせられたんですよ、昔から。もう、好かんかったですよ、なんかもう、生臭いし、なんか。あんま好きじゃなかったね。コリコリするけどね。うん、で、母ちゃん言われたんですよ、あんたね、小宝なんよ、とか言って。で強引にこう水と一緒に飲み込みよったんですよ、毎年毎年、ほんと。
ね、で今振り返ってですよ、本当、ね、3人の子供に恵まれたのもね、やっぱこの数の子かもしれませんね、はっきり言ってね。うん、いや感謝がね、うん、強引に食べさせた母ちゃんに、あの頃はね、この野郎と思ったけど、うんね、今本当ね、こう同期でもなかなか子供ができに通るんですよ。そんな中、うちはね、3人恵まれましたからね、いや、数の子効果、バカにならんですね。うん、ちょこで、そういうこと、今は食用やけど、当時は違うんですよ。貧肥、肥料に使う。肥料。ね。そういうこと。で、どうするかっていうと、だから、干しか、ね、この、実はね、まあ、肥料、そのままこのイワシを、このね、畑に、ね、こう巻くじゃないけど、土に練り込むのもあったんだけど、ね、実はね、まあ、魚油なんです。失礼。魚編です。魚油。これ、ね、この画面見ながら書くとね、なんかちょっと、間違いやすいんですよね、ほんとね。魚油。つまり、ね、魚はどうするかというと、絞るんですよ。油を取るんですね、魚の。ああこれどうするか。これを照明に使うんですよ、照明に。ああほら、じゃあ、あれね、ろうそくがあるじゃないですか、ね、ハゼのろうそくが。ろう、高いんですよ、やっぱ高い。うん。で、このね、菜種。これまた高いんですよ。一番安いね、油がこう魚油なんですよ。魚油。ね。非常に安価でね、うん、ただしデメリットはやっぱ魚やけ生臭い、匂うんですね、匂う、ね、それはね、菜種の方が匂わないし、道路がもっと匂わないですよ、うん、ね、ちゅうことで、まあ、パンピーはやっぱ魚油使ってましたね。ほらあれ知らない、化け猫がさ、アンドンっつってこの明かりの油を舐めくるんですよ、うん、ペロっつって、なんでかっていうとこれ魚油なんですよ、魚の油やけその猫来ますわ。ああちゅうこと、いい、でそれを取った絞ったカスがしめカスなんですよ、ね、イワシをそのまま干したやつ干しか、魚油取った後しめカスで、ニシンの場合もイワシの場合もどっちも一緒なんですよ、どっちでもいい、ね、そういうこと。これが肥料として使われると、うん、それ今まで肥料あったでしょ、なんかなかった、中性の肥料、はい、復習、中性の肥料、ね、まず草木灰があった ね、灰でもいいけどね、で何仮式あるある仮式で、人糞が、ね、おしっこやうんちが下越えありましたよ。これは自給自足、自給ね、自分たちの自前の肥料だったよね。江戸時代もあるんですよ、下越え、ね、江戸とか100万都市ですよ、パリとかロンドンより、ね、圧倒的に人数多かった、人口が相当この下ね、糞尿も出ますよ。でもね、江戸はねすごい循環社会で、この出した糞尿全部リサイクル、下越えとして、ああすごい超、ね、リサイクル社会ですよ江戸は、うん、でこれら使いよったけどね、ああそのね、この干しかしめかす油かすのいいところは何かって、まず速効性がある、効き目が早い、効き目が早い。でもう一個はね、特にね、まあこれをこの、あの田んぼとかにも撒くんだけどね、このね、木綿に綿、綿花作り、あやけ、まあ、綿花ですね、綿花にすっごい効いたらしいですよ。あ、非常にクオリティー綿がたくさん取れる、この干しかしめかすの金肥は。あ、やっぱ金かかるけど、これ全部買うんですね。あ、干しかしめかす油かすはこれ買うから金肥なんですよ。でかこれらは 自給自足やったけどね、江戸の肥料は買うんですよ。そういうこと、金かかるけどそれ以上のリターンがあった、質の高い、ね、木綿がたくさんできますからね、うん、ちゅうことでね、肥料として使われたと。だけどこの油かすは菜種を絞ったやつ、これも絞りますから ね、絞った油のかす、これはしめかす、これが菜種に対して、こっちは魚です、魚ということでいいですか。中世は自前の肥料をやった、江戸時代入ったらこのお金で買う肥料になっていくと。当然まあこれでも使われるけども、今までの肥料もね、新たにこのお金で買う肥料が出現したということですよ。ああ、ね、ということで、はい、だけどこの、ね、イワシやニシンのおかげで、ね、暖を取れたわけですよ、ね、これらの木綿を着て ね、暖を取ったわけですよ、ね、我々は。ということで、まあ、ちなみにやけ、まあ、普通 この田んぼ用の肥料としても使っていた、これ知ってます？さっき、数の子見せたけど、これいりこをいって甘辛くして、これうちねアーモンドとか入れるんですよ、ピーナッツとか。おいいですね、これおせち料理知らない、なんちゅうか出てきますよ、おせち料理イワシ使いますからね、イワシを、ね、これをね、田作りって言うんですよ、田作り聞いたことない、
田んぼを作る。え、なんでいりこで田んぼを作るんかいと。これは干し蚊をイワシを田んぼに巻きよった肥料として、その名残よ。だからこれ何を、何の縁起物かっていうと、何を願っているかっていうと、豊作ですよ。豊作ね、イワシが豊作につながるんですよ。肥料として使ってたからね、田んぼのね。でも木綿の肥料としても、ね、最適やったと、いうことでいいですか。まあ漁業ですね、うん、食うよりもむしろ肥料と、はい、じゃあこれ最後ね、漁業、アワビ、フカヒレ、ナマコの海産物、これ俵物という、ね、俵に包んどったんですよ。俵に包んどった、あ、これを増産したわけね、うん、これ何に使うのかと、いうことですね。これね、輸出品なんですよ、輸出品、ね、これ田沼時代ですよ、特にこう書いていく。田沼意次は抜群の経済センスがあった。あ、ね、要するにまあ坂本龍馬みたいな感じですよ、うん、ね、この外貨はやっぱ稼がないかんと、これからやっぱうちに閉じこもっとったんでダメだと、ね、そこで、ね、中国にこれら、これね、だっけ、あ、先に見せようか、これわかる、え、でもフカヒレいいね、フカヒレスープですよ、これすごい高級品ですよ、サメのヒレですよ。あ、まあ、食べたことあるけど、そんなめちゃうま、まあ、コリコリっていうか、まあ、コラーゲンなんかな、うん、ね、でアワビは干したやつが全部あの乾燥したやつ、日持ちするやつね、それ生でやったら粘っちゃいますからね、うん、干したやつね。でこういりこっていうと、さっきのいりこじゃないんですよ、これなんですよ、ナマコなんですよ、ナマコを干したやつなんですね。なかなか、ね、すごい物体ですけども、これね、高級食材なんですよ。当然アワビは高級食材だしね、フカヒレもそうよ、中華料理の高級食材、これらをガンガン中国に輸出したと。外貨稼ぐために中国、まあ、当時は清王朝ですね、中国へ輸出と。俵物、俵物、田沼のどこでやりますけど、ということでよろしいですか、江戸の漁業です、江戸の漁業、うん、これで終わりましょう。